どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。実況パワフルプロ野球2010続きをやっていきたいと思います。合格点12点以上。あー東でマジか。あー頑張ってやっていきましょう。ここはちょっとね2軍相手、2軍じゃ1軍相手にねどれだけ通用するか。12点以上取れば勝ちと。空振りを取れば一番、あ違う逆だ、減ってくんだ。なるほどね。オッケーオッケー。やべ、オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ。まず1球アウト。だから何かしらヒットかなんかでどんどん減点されていくので、最終的にやべ、あー1点減っちゃって、だからそれでいかにこう点数を残すかっていうところでしょうね。やべ、オッケーオッケーオッケー。セカンドゴロ、危ね。これスプリット全部スプリットでいいかな。これなんか全部そんな気がしてきた。全部スプリットでっていう感じで。やべ、あーやばい、あと3点。ストレートを時々織り交ぜた方がいいのか。これはオッケー。あと、いやでもあと3、ヒット1本でも打たれたらきついな、これ。12点以上、やばい！なあ！終わったー、俺のチャンスが。握りつぶしてしまった、自ら。いやー、まずいな、ちょっと。いきなり、まあ、プロだしな。いや、そんなこと言ってらんないんだよ。相手は一軍なれど、恐れずと行くべきなんだ、これ。あー、やる気下がった。チャンスだったんで、まあ、春があるから、まだ。うん、まだ、春までちょっとじっくり練習しよう。いやでも早く一軍行った方が正直いい練習できたんだよなーって考えたらちょっと痛いですね。能力上げよう、こうなれ。なんとか意地でも点数取るように。お。はい、少し練習お願いします。投げ込みからお願いします。投げ込み以外にも教えてくんねえかな、いろいろと。はい、よっしゃ、評価得た。評価てか、いろいろまあ、能力も上がってきましたね、若干なりとも。おい。せめて140キロ近くは投げられるようにならないとなー。お。おー、体調バッチリ、やる気マップ、素晴らしい。これいいね。あ、集合時間、集合時間になっても来ないし。ギャオ、何、誰だボールぶつけたのは。あ、はい、これはフレンドリーに返そう。あ、おりゃ、ひょろひょろポス、あれちょっと、え、ヘナチョコ玉、ごめん評価下がった。恥ずかしい。ひょろひょろと、な、投手でしょ、投手しっかりしてくれよ。そこはスタミナ2位上がった。2ずつしか上がんねえんだな。もうちょっと上がってほしいとかありますが。よし、あ、いいね。残って素振り。いいじゃないですか、そう。ピッチャーだから素振りじゃなくて、もうちょっと違うことやった方がいいと思うんだけど。うん。どうこれ。ふぅ。何、なんか掴めそう。こんなスイングじゃダメだ。やっぱり俺が一流選手なんてなれるわけないよな。いや、違う。そうじゃない。いや、ほう。まだまだ練習だ。そう。練習重ねることが大事だから。頑張って。そう、恐れず。頑張ってるな、小太郎。え、その声は、ん、あまり無茶はするなよ。あ、山笠コーチ。なかなか思うようなスイングができなくて。この間の試合でも全然打てなかったですし。いや、ピッチャーだから抑えることを考えた方がいい。お前は確実に成長している。もう少し努力すればきっと一流の、いや、選手になれるはずだ。ああ、そんなことはもうずっと二軍だしな。でも現役時代に鉄人と呼ばれた山笠コーチと違って、俺には才能がないですからね。うお、む。なんだこれは。やはりな。あの頃の選手たちと同じだ。なんだこの思わせぶりな感じ。プロ野球選手なのに才能がないわけないだろう。それに、俺だって野球の才能ほど周りと比べたらちっともなかったぞ。何を言ってるんですか。山笠コーチは現役時代超一流の選手だったじゃないですか。それは野球の才能に恵まれていたからじゃない。生まれ持った才能がなくても、誰でも持つことのできる才能があるだろう。何、誰でも持つことのできる才能ですか。ああ、そうだ。諦めず自分を信じて努力し続ける才能。これだけは誰だって持つことできるだろ。諦めず自分を信じて努力し続ける才能ですか。そうだ。お前はその才能をもう持ってるじゃないか。俺がその才能を持ってる。確かに俺は野球しかない気もするし。そうですよね。野球の才能なんかなくても、最後まで諦めずに努力します。お前がいつか一流の選手になれる。俺はそう信じるぞ。嬉しい。あの鉄人が俺を信じてる。やっぱり俺って将来は超一流の選手か。だからあまり無茶するなよ。はい、ありがとうございます。お、やる気も上がるし、いいね。疲れちょっとたまるな、あれ。お、いやーでも、これはちょっと嬉しい。はい、オフになって、ちょっと少し休みたいと思うが、お、よかった、なんとか残留。ほっとするよ、もう。お、母校で練習しようか。そうだね。いい部屋だな。あ、でもなんか一人だと寂しいな。校長いるんだったらちょっと校長に見てもらおう。なんか教えてくれるかな、校長。あ、待って、オフの間に、直した方がいいのかな、これ。うん。メニュー、どれどれ。おい。で、気づいたんですが。
その手があったか。はあ。場所はバカかっていいか。怖い怖い怖い。うん。お制球練習強化された。でも、ここは先にね、なんか肘直した方が早いと思うんだよな。ああ。はい。絶対時間かかると思うから、オフの間に直した方がいいと思うんだよな。おっと一発で直った。やったね。素晴らしい。さあ、練習しようか。案外早く治りましたね。さあ、コントロール練習。レベル上がったの嬉しいな。あ、なになに小太郎くん。あ、まったり公園。いいですよ。もちろん。行きましょう。お弁当、嬉しい。ましさ、そんなわけないか。手作りじゃないんだって顔したでしょ。私だって。あれ何ですかそ、え、なにいやー、これはその、おお普段やらないからうまくいかなくて。美味しくないから買ったやつ食べましょう。もったいないですよ。あ、おお美味しいじゃないですか。全然いけますよ。本当え、本当に美味しいです。ありがとう。いいねー。なかなか男らしいことするじゃないか。いや、俺だってね、たとえ、もし、女の子がなんかこう、作ってきてくれたら自分のために、そういう、なんか弁当かなんか、俺多分ね、もう毒入ってても食うかもしれん。僕単純だから多分毒入っても、これ、私毒入ってるけど、いいって言ったら、おいいよ、食うよってなっちゃうかもしれない。それぐらい僕は単純なんですよね。クリスマス、彼女いないし、いないんだよね。うどん、バカ決して何も導入しませんよ。ええ、本当に。小太郎様こそ何を？いや、彼女いないし、ふらふらと。そうですか、ふらふらと。はっ、しまった。いや、でもそろそろ帰ろうかと。私もまだ寄るとこあるので、あれ意外と、今日はなんかあっさりしてるな。サンタさんにプレゼント。はぁ、なんだろう。大きい体してたら、本物に違いない。ああ、ですわってすごい優しい。へぇ。なるほどね。みんな教えてやろうぜ。心は高くなった。いい話だね、カレンさん。いい子なんだよね。ああ。ただちょっと、それを超えるインパクトがあるから、残念ながらって話ですけど。そもで、お、行こうか。神社、とってきの穴場。へえ。あ、結構なんか古そうなとこにあんだな。でもそういうとこっていいよね。なんかこう、ひっそりとある神社ってのも。もっと強くなりますように。そうだね。それでお守りした。お、願いを叶えてやる。お、特大浜屋。大丈夫かこれ。買ったはいいけど、これは、29,800円。たっけ。なんか、あ、そっか。重いものを持ち運んだから、ちょっと能力上がる。ちょっとだけじゃんこれ、多分。あれ全然上がんねえんじゃねえかこれ、下手すりゃ。まあ、仕方ないかな。失礼、百里が。大変失礼しました、今、ちょっと。練習。これ、練習じゃないな。これ、多分なんか、彼女、ちょっと、お出かけして、こう、デートしいいよ。はい。ミュウさんのとこ行こう。はーい。ミュウさん。明日どこ行きませんか？お、いいね。まったり公園いつも行って、サラサラか。まったり公園かな、無難に。お弁当。お、手作り弁当。あ、これ前回と同じだ。ああ、なるほどね。そっか、同じやつが起きることもあるんだ。まあ、これで評価、疲れも取れるし評価も上がるから、俺的にはいいけどね。まだやめて、まだ早いわ。まだ早い、さすがに。俺もそんなバカじゃないよ。そんなすぐに告白なんかできたら苦労はしないって。ああ、だったらとっくに彼女できてるよ、俺も。やめてくれ。やめよう、この話は。悲しくなる。俺だって積極性、積極性とかの問題じゃねえんだよ。単純にモテねえんだよ、俺は。もうやだー。いいなー、モテる人は羨ましい限りですよ。メンタル練習しとこうかな。オフ終了。あ、キャンプイン。そうだね。あ、体力回復しとけばよかったかな。うん。かっこいいぞ、私。いい好調だね。自主トレが終了。そして、次回から、キャンプ開始。そうだね、春キャンプが終わり次第もう、早速、あれですか、一軍に上がる昇段試験がありますんでね。ちょっとここはしっかりとね、活躍していかないとですよね。コントロール C にならない。あとちょっとか。結構上げたつもりなんだけどね、多分精神ポイントがなんかだろうな。練習していこう。やっぱりこう、なんか、すごいね、キャンプだからいろんな人がいるわ。さっきまでなんかすごい寂しい絵面をずっと見てたから。スタミナちょっとアップね。よし。で、ちょっとこれはどうしよう。休んだ方がいいや。ちょっと休みます。オッケー。バレンタイン、チョコもれんせ、お！やーべくん。三つ出発前もらった。いいな。頑張れ、弟。や、お姉ちゃんの。へぇ、特へ。お姉ちゃんの娘でやんす。今夜はジャパンエリアで日本食になって、どうだい？悲しいね。いらっしゃい。へい、親父。海外なの2月の冬は寒いな。やる気下がるの理不尽じゃない。もう、まあ、いいか。理不尽ってか、普通に、
そりゃそうだよ、もらえなかったらやる気も下がるさ。だって欲しいもん。そんなね、もう悲しくな、やめよう、やめよう、悲しいやめよう。本当に悲しくなる、これ以上なんかそういう、なんかちょっと彼女いないとかそういう話題になると。能力じゃあ見て、これでどうだ。コントロール1、精神ポイントか、全然足りないじゃん。まあ、次回行きたいって、皆さんお楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。